良い子のみんなごきげんよう、闇鍵かぎ DK です。人にいたずらをするのが大好きなおばあちゃんのためのチャンネルトライミートゥーンズの映画レビュー。今回紹介するのは、1956年に公開された、エリチエミ主演のサザエさんです。原作は、長谷川町子。監督は、青柳信夫さんです。え主演はですね、まあ、さっきも言いましたけど、ジャズシンガーでもあるエリチエミさんです。これ、高倉健の元奥さんですね。他に、その他の出演者なんですけど、えー フグタ君、マスオさん、マスオさんをですね、えー、ゴジラシリーズでもおなじみの小泉博士さんがやってます。ナミをですね、藤原鎌谷さんがやってらっしゃいます。さあ、母親、えー、船役ですね。船役はですね、えー、清川虹子さんで、えー、なんかね、エリチエミさん、講師ともに、ものすごい仲が良くてね、本当の親子のような関係だったそうです。 えー、かつ役をですね、小ば康さん。ね、おばたさんはですね、まあ、子役としてやってたんですけど、まあ、すぐに引退されてしまったそうです。で、なんと、わかめちゃんの役をですね、当時、天才子役として大人気だった松島智子がやってるんですけど、えー、ぶっちゃけ松島智子さんね、あの、子役時代の演技って、あんま見たことなかったんですけど、初めて見たんですけど、まあ、確かにうまいんですけど、あのね、うますぎて、ちょっと浮いてるというか、今の子役とまた昔の子役に求められる演技っていうのが、 違って、いわゆるその、この頃求められてたであろう可愛い子供の演技っていうものが、正直今見るとちょっと怖いです。なんか、あまりにも作り物っぽすぎてちょっと怖かったですね。ノリスケの役をなんと中台達也がやってるんですよね。ちょっとね、ノリスケが中台達也はかっこよすぎるだろうと思ってね、すごい声だしね。はい。で、他にもいろんな人が出てるんですけど、あちなみにね、あのね、おでん屋のおじさんでね、沢村いきさんでのゴジラシリーズでよく出てくる小市人役の、でおなじみの、 おじさんも出てますよ。で、あのね、一応これ、サザエさんの映像化としては、まあ、記録に残っているものでは、これ、エリチエミさんはね、二代目なんですね。初代はね、東ずまやとんこさんっていう、もともとなんか宝塚の女優さんがやってらっしゃったらしいんですね。ちなみに、ね、原作のサザエさんの顔には東ずまやとんこさんすごいそっくりです。あの、ちょっとエリチエミ版のね、さんはね、ちょっとね、まあ、 ちょっと可愛すぎかな美人すぎかなって感じがしますねで。ちなみにですね、これ、長谷川町子さんは自分の作品の映像化を嫌っていたので、えー、ソフト化されていません。まあ、これ、この映画に限らずですね、基本的にサザエさんというか、長谷川町子原作の映像化作品っていうのは、基本的にはもうソフト化されないものなんですね。なんで、この映画もなかなかね、うん、名画座でかかったりとかね、しないとなかなか見れない幻の作品となってしまっているのですけど、まあ、テレビ放送がね、過去にも、 何度かされたことはあるみたいなのでね。そういうところでね、まあ、見るチャンスがあったらぜひ見てみてください。で、大まかなストーリーなんですけど、え、野県のお天場娘、サザエさんはですね、就活の末、雑誌の編集者に入社しますが、初日から大失態をやるかしてクビになってしまいます。で、落ち込んでいたところをですね、同じベリに入ってる別の会社に勤めていた青年、マスオさんと出会いまして、え、彼の紹介で、探偵事務所に再就職が決まります。で、探偵として初の仕事はですね、依頼主の娘の見合い相手の身辺調査。 だったんですけど、なんとその見合い相手というのが、サザエさんの居所、ノリスケさんでした。で、調査を進めるうちに、ノリスケはサザエの親友、み智子と付き合っていたことが発覚します。で、サザエは依頼主に、ノリスケは結婚相手としてはちょっと不適格ですよと報告します。で、無事、まあ、ノリスケはね、あの、お見合いをすることもなく、えー、みち子と結婚します。 一方、サザエは何かと世話を焼いてくれるマソウさんにどんどん惹かれていきます。その年のクリスマスパーティーにマソウさんを招待するんですが、まあ当日マソウさんはなかなかやってきません。で、振られてしまったんじゃないかなと思って暗くなるサザエさんですが、しかしマソウはね、ちゃんとやってきました。なんかね、会社の都合で遅れてしまったっていうことです。もう喜ぶ二人で。その年のクリスマスはね、どんどん盛り上がっていくのでしたというお話です。で、これ見てて思ったのがですね、僕らがサザエさんと聞いて想像するのはアニメのイメージじゃないですか。そのアニメが放送される前なので、アニメでイメージが固まる 前のサザエさんなんですねなんでその、ちょ、ちょっとどちらかというとキャラクター造形もね、原作寄りなのかなと思う部分が、あの、アニメを見てると、ナミヘイがすごく厳しいお父さんで、あの、優しいお母さんってイメージなんですけど、えー、この映画版では、えー、原作通り、えー、ナミヘイの方がその、ちょっとおっちょこちょいで、サザエに対してちょっと寛大であり、フレスの方がむしろ厳しいっていうキャラクターになってます。 これね、あの、後でもうちゃんと話すんですけど、えっ、ー、と、就活に関してもですね、あの、まあ、当時はまだ女性がね、その社会にまだ進出できてるとは言い難い状態だったし、その女性はね、家庭を守るものっていう意識が強い時代だったので、あの、サザエが就職した、決まったって言った時に、船さんがものすごくね、女の子はそんなことしなくていいのよって怒るんですよね。で、むしろその波平が、いや、いいじゃないか、社会勉強になるよって言って、その、 むしろ、ナミヘイの方が許してくれて、で、あのー、サザエさんも、その、ナミヘイに対して、さすがお父さんの話がわかるわ、みたいな反応するので、ちょっとこの辺がね、アニメのイメージで、が固まった、今は見るとね、ちょっと、不思議な感じがしますね。で、あとね、ノリスケの恋人が、タイコさんではなく、ミチコっていう、あの、サザエさんの、えー、親友っていうことになってんですね。 で、あの、太古さんは原作で言うと八巻から登場するみたいなんですけど、その八巻がいつの時代、どれくらいの時期なのかっていうのがちょっとよくわからないので、なんとも言えないんですけど、まあ、この頃もしかしたら太古さんってキャラクターは出てなかったのかもしれませんね。はい。なんで、あの、ノリスケは美智子さんと結婚してしまいます。もうこの世界線では美智子と結婚しますね。ちなみにですね、太古さんはですね、このシリーズでも後に登場するんですが、その時は、ノリスケの恋人とか奥さん役ではなく、 マスオさんの妹として登場します。これ見てて思ったのが、サザエさんってその今のアニメのイメージだと、えー、24歳っていう設定なんですけど、今の僕らから見てサザエさんってちょっとね、24歳のね、若い女の子には全然見えないというか、ちょっともうちょっと年配っていうか時代が違うのかなって感じがするじゃないですか。で、このエリチエミのサザエさんはですね、もうまあ今でいう多分ね、 アイドル映画なんですよね。エリチエミっていう、あのー、女優であり、歌手でありっていう、あのー、アイドルを、アイドルの人気ありきで作ってるような、そのアイドル映画として作られてる感じがするので、あのー、まあ、もっと、エリチエミさん歌手ということで、無駄にその無駄にっていう、無駄にのう歌う、歌を歌うシーンがね、随所にあったりして、あと、もう、サザエさんを、わ、もう本当に若くてチャーミングな女の子、現在の、 女の子として描いてんですよ。そこがすごくね、不思議で。なんか、サザエさんに対する見方がどんどん変わってくるんですよね、見てるとね。本当になんか可愛いんですよ、エリチエミさん。で、エリチエミさん、あの、この時代のね、日本の女優さんにしては、かなりグラマーなんですよね。あの、冒頭、なんかあの、南国で歌うシーンって、これサザエさんの夢なんですけど、見て、寝てる時に見てる夢なんですけど、あの、にもなんか、ちょっとね、露出の高い服でね、出てきて、 あ踊ってるっていうシーンがあるんですけど、そこでもね、結構その、わ、なんかこのサザエさんやたら、なんかセクシーだぞ、色気があるぞって感じがして、やっぱりアニメのサザエさんのイメージからちょっと遠い感じの、やっぱアイドル映画なんだな。しかも、ここで描かれるサザエさんっていうのは現代の若くてチャーミングでかお、か可いい、若い女の子っていうね、描かれ方をしているのが面白い。で、まあ、しかもですね、やっぱアイドル映画ということで、やっぱ当時の世相を反映している部分も多いんですね。えー、まあ、さっきもちょっとね、その、 当時は、その、女性は就職、外に出て働くんではなく、家庭を守るもんって意識が強い時代っていうことだったんですけど、まあで、ただ、この頃って多分、あの、どんどん日本人もね、その戦後10年以上経って、どんどん意識が変わっていって、欧米化していってるっていう感じで、女性もどんどんこれから社会進出していこうっていうかなんか、まあ、若い女性の幸せって何なのっていう価値観がどんどん変わっていった時代なんだと思うんですよ。 で、さっきそれもが、その、サザエさんがね、その就職するっていうね、女性の社会進出であり、で、さっきあの、ノリスケがお見合いさせられそうになるんだけど、まあ、ノリスケには彼女がいたっていう設定。サザエさんが偶然出会って、交流を深めるうちにどんどん惹かれていくマスオさんっていう相手。あのー、ちなみに原作では、ノリスケも、あの、マスオさん、サザエさんも、えー、お見合いでき、お互いにパートナーと出会ってるんですね。 マソウさんとサザエはお見合いだし、えー、太子さんとノリスケもお見合いで結婚してるんです。ところが、この映画では、あのー、サザエさんと え、マソオさんの出会いは、もう完全な恋愛なんですね。お見合いじゃないんです。で、ノリスともお見合い。で、何かっていうと、これはその、さっきの女性の社会進出と同時に、お見合い結婚よりも恋愛結婚の方がいいよねっていう、その、結婚に対する価値観も変わっていた時代だと思うんですよね。で、これ、これ、1956年ってことで、これ2年前に、あの、54年のゴジラが公開されてるんですけど、54年のゴジラでも、えっと、ヒロインの、 えっと、コーチモモコエさんは、えっ、ー、と、お父さんの志村隆から、えー、いい名付け、お父さんに決められた相手の芹沢博士っていうのがいるんですけど、そのお父さんに決められた、お父さん、親から言われた人と結婚するではなく、やっぱその、恋愛で知り合った、恋愛結婚の方、恋愛的なその、えー、宝だけの方を選ぶっていうようなね。まあ、まさに、この時代、あ、 お見合い、古い結婚のあり方が、新しい恋愛結婚の時代に、この頃からどんどん変わっていったんだなって感じがしてね、非常にこの時代の移り変わりっていうものが見えてね、とても面白いです。面白かったですね。東宝といえばね、あの当時、あのいろんな映画会社ありましたけど、当時一番都会的で、当時一番先進的でおしゃれな映画を作ってたっていう、 のが東宝映画だったので、当時の観客に対して女性の新しい生き方を提示していたとも言えますね。ええ今作ちょっと興味深かったのが、映画大ヒットしまして、なんとこの後、途中でその、配給は東宝だけど、制作会社が宝塚映画という宝塚がやってる映画会社に変わって、あの、この後10本シリーズ作られるんですね。えこれが、えー、56年が第一本作目で、えー、61年にまでに10本作られるんですよ。 で、10本も作られて大ヒットしてるっていうことで、おそらく、この頃の日本人にとって、60年代の日本人にとって、サザエさんといえば、パッとイメージできるのは多分エリチエミさんのサザエさんだと思うんですよ。あ、ちなみにですね、これ、映画シリーズが終わった61年の後、えー、65年から67年、もうそれこそあの、テレビアニメが始まる2年前まで、えー、エリチエミさん、あの、ドラマでも、テレビドラマでもサザエさんを演じてらっしゃいました。で、 これ69年から今にまでに続くあのアニメシリーズが始まるんですけど、一本目のオープニングはやっぱエリチエミさん歌詞ということで、主題、オープニングの主題歌も歌ってらっしゃるんですけど、このオープニングの歌が聞こえてきた時に、まずびっくりしたのが、えこれアニメの加藤みどりさんが歌ってるのっていうぐらい、エリチエミさんの声がですね、その加藤みどりさんにちょっと似てるんですよね。僕ちょっとこれはもう完全な僕の想像ですけど、もしかしたらこの頃、 サザエさんといえばエリチエミっていうイメージが根強い時に、アニメでサザエさんを誰にやってもらおうって時に、おそらくエリチエミっぽい声が出せるってことで加藤みどりさんが選ばれたんじゃないのかなエリチエミさんのイメージでにぴったりなのが加藤みどりさんだったってことなのかなとちょっと僕は思ったんですけど、どうなんでしょう。まあその辺僕は全然調べてないのでわからないんですけど、それぐらいあの、声のイメージがそっくりなんですね。 なんで、ちょっと見てみるとね、大変興味深い作品でした。というわけで、あの、サザエさん、皆さんも、もし見るチャンスがあったら、ぜひご覧になってみてください。はい。というわけで、来週もまだ見てくださいね。じゃんけんぽんうふうふふふふ。